アエルチェンは、ドイツ連邦共和国ニーダーザクセン州ハーメルン、イコールピルモント軍に属すフレッケンである。同州南部に位置し、ノルトベストファーレン州と境を接している。この市場町は、ベーザーベルクラント地方にあり、軍庁所在都市ハーメルンから南西約10キロメートル、バートピルモントから北に約7キロメートルの、分裂渓谷に位置する。 マイルツェン地区の北にリュニングスベルク、南にはシーアホルツベルク及びピルモンターベルクという山がある。東西にフンメ川が流れ、町の中心部でギーセバッハ川がフンメ川に合流する。この町に隣接する市町村はヘッシ,シュ州、オルデンドルフ、ハーメルン、エンマータール、バートピルモント、さらにノルトラインベストファーレン州のバルントルプ及びエクスタータールである。 自治体としてのアエルゼンは、中核地区のアエルゼンのほか、アホルン、デーム家、デームカーブロック、エーデンハル、エッゲ、ゲラーゼン、グリーセム、グロースベルケル、グルーペンハーゲン、ヘルケンドルフ、ケーニヒスフェルデ、ラーゼン、ムルトヘーペン、レイアー、ライネ、ライナーベック、ローデンベック、シェーフェルシュタイン、ゼルクセン、ベルデホルツの各集落からなる。この市場庁は、 市町村再編の一環として1973年1月1日に上記の村落が合併して成立した。もともとアムとアエルゼンは同盟の領主化に由来する。1178年にアエルゼン家は断絶し、その所領はエーファーシュタイン白家のアルブレヒト三世ものとなった。14世紀中頃のエーファーシュタイン家の穀物大帳によれば、 アエルゼンは13の集落からなる行政管理区の中心地となっていた。ハインリヒシシコの失墜後、ベルフ家はしばらく息を潜めながら、ホーエンシュタウフェン家に対抗して、エーファーシュタイン家と戦った。1260年、ベルフ家のアルブレヒト一世は、エーファーシュタイン家の討伐を開始し、次々とエーファーシュタイン家の支配下の拡張を攻略した。 1283年にコンラート四世は、ケルン大主教ジークフリートに援助を求め、アエルゼンに招いた。しかしこの主教のベルフ家のハインリヒ一世による、エーファーシュタイン上ダッシュを阻むことはできなかった。歳月は、流れて、ベルフ家のベルンハルト一世は構成を強め、エーファーシュタインハクヘルマン七世は、治療を、ブラウンシュバイクリューネブルク公から守るための、相続契約を、 パーダーボルン司教を呼び、リッペ博と結んだ。この両相続人は、ヘルマン七世夫人イルムガルトホンエーファーシュタインが、アエルチェン城を隠居所として保持することを認めた。この相互防衛同盟は、エーファーシュタイン領継承戦争を引き起こすこととなった。その過程で、ベルフ家は、リッペ領を広く参植した。1408年に、和平条約が締結された。 ヘルマン7世は、わずか4歳の娘エリーザベトとベルンハルト1世の、高等4世富士友好との結婚を約束し、アエルゼンは、その持参領とされた。こうして、ベルフ家は、エーファーシュタイン伯とブラウンシュバイクリューネブルクとの、間の関係構築に成功した。ベルフ家は1433年に、アエルゼンを担保として、ヒルデスハイム司教に供した。 1508年にはこの抵当権は、シュタティウス・フォン・ミュンヒハウゼンとハインリー・ヒフォン・ハルデンベルクが所有していた。9年後、ヒルデスハイム市教は、ハルデンベルクとの沈借契約を更新せず、これによりアエルツェンは、両戦勇者間の争いの場となった。ミュンヒハウゼンは逃走したのだが、ヒルデスハイムを目前に、ハインリー・ヒフォン・ハルデンベルクによって殺害された。その死により、 ヒルデスハイム市教領のフェーでは、より深刻なものとなった。1553年、カレンベルクゲッティン現行エリヒ公は、ヒルデスハイム市教から、アムト・アエルゼンを取り上げ、4階建ての成長を建設した。1714年の書物に描かれた、シュベッバー城殺害された、シュタティウス・フォン。 ミュンヒハウゼンのバ歯シで、傭兵隊長のヒルマー・フォン・ミュンヒハウゼンは1573年まで、アエルゼンを担保として占有した。ヒルマーは、当時最も裕福だった人物の一人で、1561年に、成長に、長さ50メートル、高さ16メートルの10分の一税倉庫を建設した。この倉庫は1980年に、 クロッペンブルク博物建村に復元された。また、1570年には、ハーメルンの建築家、コルトテニスに、シュベッバーに三翼構造の上官を建設するよう依頼した。1593年、ハインリヒユリウスコは、館とアムトを、ヒルマーに相続させた。ヒルマーは1617年に、シュベッバーで亡くなり、アエルゼンのマリエン教会に葬られた。 その息子のベリースは、帝統権を継承したが、1630年に、ヒルデスハイム司教の勢力が彼を武力によって、駆逐した。スウェーデン王、グスタフ・アドルフがドイツに上陸し、復旧直令が取り消された後に、ベリースは、この担保領の奪回に成功した。1642年に二度目の打撃が彼を襲った。 バイマール騎兵がこの町に火をかけると脅迫してきたので、ある。ベリースは、金の鎖一本を残して、全財産を失った。古い館の命には、この夜66軒の家屋、上館、学校、多くの名屋や,や蔵が消失したと記されている。1660年に、ミュンヒハウゼン家は160年以上に及んだアエルゼンの低騰権を永久に失った。成長は、 国有財産となった。官僚や初期たちは引き続き19世紀半ばまで行政、司法を司っていた。1823年にアムト・アエルゼンは解体されたが、区裁判所の管区として1854年に再建されたが、1858年には再び廃止された。1864年、アドルフ・マイヤーが、 エアツェナーマシーンランファブリックを設立した。この会社は1907年から GMBH を称号とし、ロータリー機械製品や後にはディーゼルエンジンの下級機を生産した。アエルチェンの長議会は28議席からなる。2019年1月1日からアンドレアス・ビットロックが長長を務めている。シュベッバー・ジョー2006年 FIFA フフワールドカップ。 ドイツ大会の際、シュベッバー女王のアエルツェン・ミュンヒハウゼン上官ホテルに、フランス代表チームが滞在した。滞在は6月8日からで、7月8日に、チームは、決勝戦に向けて旅だった。公開トレーニングは、ハーメルンのベーザーベルクラント・シュターディオンやアエルツェンのファイヒエンベルク・シュターディオンで行われ、報道センターが、ハーメルンのラッテン・フェンガー・ハレーに設けられた。この街には、 サッカー、バレーボール、柔道のほかファーストボールの種目を有するスポーツクラブ MTSV アイルチェンレイオンをはじめ多くのスポーツクラブがある。また、1972年に独立したハンドボールクラブとして設立されたハントバルフロインデン、アイルチェン EV アキバクラブ、ザンクト・ゲオルク 1949EV が多彩なスポーツ活動の機会を提供している。 電力、ガス2002年6月から EON ベストファーレンベーザー AG がこの町の電力供給を担っている。ガス供給も同じく EON ベストファーレンベーザー AG が担当している。上水道1956年から会える前にはビュルムザーベクにある高架貯水槽を含む上水道網が整備されている。上水道流域は水利保護地区として パトロールなどの保護が行われている。上水道の運営は自治体が行っている。1979年頃のアエルゼン駅道路、アエルゼンは連邦道 B1 号線に面している。現在この町を迂回するバイパス道路の建設工事が行われている。完成は2012年3月の予定である。鉄道、アエルゼンは1980年まで。 旅客鉄道ラーガーバーンによってハーメルンを呼び、ビーレフェルト方面と結ばれていた。この路線を通る、貨物鉄道も1994年に廃止され、この路線は撤去された。この地域最大の雇用主の一つが、エアツェナーマシーンランファブリック GMBH である。この会社は、スクリュー圧縮機、ロータリー式送風機、 ガスメーターの世界的なリーダーカンパニーである。世界規模で駆動技術、オートメーション技術の製品を生産しているレンドゼ、AG は本社をグロースベルケルに置いている。この他にエアツェノランドブラッド GMBH もある。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に採取直接参照してはおりません。 ありがとうございます。